週末どこ行くと思う？ニュージャージーの料理フェアよ。変ね、チャンドラーも会議でニュージャージーに行くって。へえ、それは変ね。チャンドラーの会議はどうせコネチカットかバーモントじゃない？それも変だ、そんな田舎で会議するか。嘘の会議だと思ってる。本当に本当なんだってば。テレビは消しましょうよ。ずっとこんな風に過ごすの？せっかく来たのに。ごめんね、せっかくの部屋外ゲームに乗れなくて。私を責めるのはやめてくれる？じゃあ荷物持って10回も部屋を変えてくれたベルボーイを責めるのか？一番悪いのはガソリンもないのにカナダまで逃げようとしたカチェスのアホタレじゃないの？撃ち殺されたんだぞ、悪口言うな。せっかくここまでロマンティックな週末を過ごしに来たのに、一体どうしちゃったのよ。ちょっとテレビ見ただけで目くじら立てんなよ。怖い顔してママみたいだ。なんて言った？可愛い顔だね、モーニカ。おお、おかえり。ああ、会議どうだった？ああ、最低だ、喧嘩して同僚とな。大喧嘩。おい、いい加減にしろ、これ。じゃあ、面白いことは何もなし？ああ、いや、エレベーター待ってるドナルド・トランプ見た。いや、ビング君。泊まってたホテルから電話があったよ。部屋にまつげのビューラーを忘れてったそうだ。ああ、俺のだ。ナンパして連れ込んだ女が置いてったのかと思った。ああ、俺もそう言おうと思った。お前のことは全部知ってるつもりだった。なあ、この際思い切って聞く。お前の答えを信じるよ。ひょっとしてお前はゲイなのか？これでおしまいだね。は？ほら、その俺たちさ、これで終わりだろ。なんで終わりなの？だって旅行で喧嘩したろ。チャンドラ本気なの？喧嘩するたんびに別れてたら長い間誰かと付き合うことなんか無理でしょ。ああ。もうこれが成熟した男女の付き合いよ。男女の付き合いだよな。そう思うけど。だよね。どうも。はい。はい。ああね、モニカ、ドナルド・トランプに会ったんですってね。うん、エレベーターを待ってたわ。レイチェル、ビューラー貸して、なくしちゃったみたい。ああ、洗面所。ちょっと来てくれ。ジョー、いいから来いって。ほらほら、黙って。そうそうだ、チャンドラ。で、モニカ。そうよ、でも誰にも言わないでよね。いつ、どこで？ロンドンでだ。ロンドンでこっちだ。そう来たか。待ってなあモニカ、待って。そんなの効き目ない。これなら効く。君は最高だよ、愛してる。何？何でもないよ。君は最高だって言った後すぐ口閉じたもん。愛してるって言ったのに信じられない。言ってない。いや、言ってない。私を愛してるのね。違うったら。言ってない。うわあ、